ミルキーでーす。今日もね、気分はハロハな感じで行っちゃいますよ。なんかね、これすごいね、やっぱ涼しいね。布面積が狭いとやっぱ涼しいよね。しばらくね、こればっかりで登場するかもしれないなって感じでね、今思ってます。ってことで今日もビール飲んじゃいますよ。映ってるのかな、見てる人には絶対にわからないと思うんだけど、今日はねコンタクトレンズしてないんです。だから全然ね見えないんだよね。自分がここにいるのはわかるんだけど、なんか視線とかも全然見えない。こんな近いとも見えないね。まあ見えても見えなくてもね、あんま大差ないってことで、とりあえず今日もビール飲んじゃいましょう。ってことで今日のビールはこちら、泡麦って読むんだよね。これアルファベットで泡麦って書いてるもんね。3種のホップ使用の泡麦でございます。韓国のビールらしいよ。メイドインコリアン。アルコール分は 5% でね、3種類のホップっていうのがね、ビターホップ、アロマホップ、ファインアロマホップなんだって。なんかよくわかんないけどさ、とりあえず飲んじゃいましょう。視力のいい人にはね想像がつかないと思うんですけど、私はね裸眼でね 0.01 とか 0.02 しか見えないから、一番上のこれも見えないのね。もっと言っちゃうと、私の小学校の時とかの視力検査は先生がなんて言うんだろう、こう棒を持ってさ、はいこれはとか、はいこれはとかってやるんだけど、そのね棒が見えないね。まず棒が見えないからさ、はいこれはってカツンカツンって言われてもね、なんだか全くわかんないので、わかりませんわかりませんとか言ってると、ふざけちゃダメとかね怒られちゃったりしてね、すごいね悲しい思い出がありますよ。ふざけても何も見えないからね。 0.01 とか 0.02 はねもう障害者レベルだよ。本当にね、何にも見えません。幅が、ないよね、これね。これはね、近づけば見える。いや、あれだね。これね、100円しないの。89円とかだったかな。すごい安いんです。どこで買ったんだっけな。声優だ。多分声優。声が買いました。なんつってたらもう、幅が何もなくなっちゃった。ということで、今日もお疲れ様でした。乾杯。乾。なんか、美味しくなさそう。飲むよ。なんだこのライト感は。ライトっつうか、すごい衝撃的に味がない。衝撃的に後味も何もないよ。もうさーっと消えるね。すごいよ。もうなんて言うんだろう、引く感じね。さーっと引くね。引きがいいね。何もない。酸味もない。苦味もない。甘味もない。ここにね、旨味を見出そうとするとちょっときついかな。調和
っさりを炭酸水に近いね。炭酸水よりは炭酸水じゃないけど、すごい、よく言うとすげえ研ぎ澄まされてるよ。3種類のホップの今はあれだけど、まあ値段安いからね。でで、なんか すごい入れちゃうよ、もう全部。泡出ない。なんかね、私あんまり茶色いお酒は好きじゃないんだけど、ウイスキーとかブランデーみたいな好きじゃないんだけど、もし炭酸にそういうお酒をちょろっと入れるとこういう味になるんじゃないかなっていう感じがする。うん、なんかウイスキーっぽいよ。あれ、ウイスキーを炭酸で割るのはハイボールっていうのかな。それとは違うのかな。すごいよ、本当にすごい。ある意味すごいね。でもまあアルコール分が 5% 入ってるってことは、飲み続けるとそこそこ酔っ払うってことだよね。こんなに味ないのに酔っ払わせるの私をみたいな。すげえなお前、すごいよ、すごいよ。ある意味感動ですね。なんだろうね、あっさりしすぎだよお前は。水かっていうぐらいね。水じゃない、炭酸水か。じゃあまあシュワシュワ感はあるけど、すごい、本当にすごい。今日はね、あれなの、キャベツと鶏手羽元をトマトソースで煮込んだのをね、これから食べようと思ってるんだけど、やっと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 ですよ、トマトソース。でっかい瓶があるじゃない、これなんだけど、これさ、まあほらパスタとかなんか煮物とかにこういろいろ使えるんだけど、こんなの開けちゃったらさ、もうすぐ使わないと悪くなるし、かといって毎日毎日ミートソースパスタとかナスのミートソース炒めとかミートボールのミートソースブラブラブラ、そんな毎日食べてたらね、ほんともうなんかイタリア人になっちゃうから危ないんです。でもね、開けちゃうと食べなきゃいけないし、もうどうしようと思って、今日はね、これ残り3分の1ぐらいあったんだけど、もう全部入れて全部なくなりました。よかった。もうなんかね、とにかくね、いっぱいあると嫌なの。早くなくさないと嫌だから、よかったです。これもうね、やっとなくなった。なんか、たまにニュース見てると面白いね。なんだっけ、GoTo キャンペーンであちこち行けって言ってるくせに、なんだっけ、帰省は虫か、気象っていうのかな、わかんない。家に帰るなじゃないや、実家に帰るなってことでしょ、あれ。帰省じゃねえな。帰省は、鳥の話か。ちょっと待って、調べる。ちょっと待って。帰省だね。帰省ラッシュっていうもんね。何の話してたっけ。そうだ、今すごいね、自力で思い出したよ。そうそう、帰省をするなとかさ、どういうことやねみたいなね。それでなんだっけ、政府の対応がはっきりしないから皆さんはどうしていいかわからないっていうけど、
なんでみんな自分政府の言いなりになるんですか。いいじゃん、自分の頭で考えなさいよ。行っちゃダメだ、今は行く時じゃないと思えば自分で行くのやめればいいんじゃない。感染対策できるし、自分は行くべきだと思う人は行けばいいんじゃないですか。何回もいろんなね、ブログとかSNS とか、ここでも前にも言ってると思うけど、ちゃんとね、みんなね、自分の目で見て、自分の鼻で嗅いで、自分の味で味わって、味がないとかね、でね、自分の耳で聞いて、自分の手で触って、心で感じて、自分の頭で考えましょう。で、どうするべきか、何をするべきか、何を言うべきかっていうのを、自分でね、判断できるようになりましょう。もちろんそうやってやるとさ、わけわかんない人が出てくるんだと思うの。だから、何々をするべきだってルールを決めようとするんだけど、本来は、みんなが一人一人、正しいことができれば、ルールなんていらないんだよ、本当は。私はね、正しいことができるからね、ルールはいらないね。もう言っててね、途中で笑っちゃったよ。ごめんなさい、申し訳ないです。ね、ちょっと一回言ってみたかったの、そういうかっこいいことを。許して。ね、まあどっちにしてもね、気象規制か規制に関して、 GoTo トラベルに関して自分で考えたらいいんじゃないですか。政府の方針待ってたらね、もうね、お盆だなんだなんていうのはもう終わっちゃって年末になっちゃうよ。おいで、またね、規制がどうたるこうたるとかね、始まっちゃって、政府の方針をね、待ってたらね、多分ね、そうね、3年ぐらいかかっちゃうんじゃない。だからみんなちゃんと自分の心で考えて、自分の頭で考えて、自分でいろんな数字を見て、自分で分析しましょう。分析できない人はね、どうしようかな。政府の考えがまとまるのを待ちましょう。やっぱりウイスキーの味するんだよね。なんでだろう。この3種類のホップがウイスキーっぽいのかな。だし、ほんとね、茶色いお酒が苦手だからね、ちょっとこれは苦手かも。全然味が薄いのに、もう飽きてきちゃったし。もう飽きてきちゃったからね、飲む。これ微妙。実はね、ハワブギのライト、なんだっけ、緑バージョンもあるの。カロリーオフみたいな。多分これよりももっと薄いと思うよ。これ飲むんだったらね、バリアルの方がいいと思います。悲しくなってきた。ということで、今日のビールはハワムギでございました。じゃあまたすぐ会いましょう。今度はビアマで買ったビールを飲もうかな、それとも成城石井で買ったらあれにしようかな、なんてこと考えてますよ。ということで、じゃあね、See you, bye!